日本とギニアの関係では、日本とギニアの関係について外説する。中日ギニア大使館全系中日ギニア大使館の表札1958年、ギニアは国民投票を経て他のアフリカ諸国に比べいち早くフランスから独立すると日本は同年11月14日にこれを承認し外交関係を樹立した。しかしその後、 ギニアは、急宗四国であったフランスと1965年に断交を実施し、これを契機として、初代大統領セクトゥーレは、社会主義体制を敷く。また、マリア・ガーナと協力して、アフリカ諸国連合を結成し、ギニアビサウ独立戦争の支援をきっかけに、ポルトガルとは、戦闘を行うなど、西側先進国と外交的に距離を置いた。 そのため日本との本格的な交流開始は1970年代まで待たなければならず、1972年12月に東京に中日ギニア大使館が開設され、1976年1月には粉リに在ギニア日本国大使館を開設した。1984年以降は無欠クーデターによって軍が政権を奪取すると自由主義、 資本主義の体制へと転じ、ギニアは世界銀行やフランス、日本を含む主要各国からの援助を受け始めた。2014年にはリベリアシエラリオネと共にエボラ出血熱流行の最大の被害国となったが、日本はそれに対し薬剤、防護服、検査キットの供給や専門家の派遣、資金提供や医療機材の整備など、緊急の支援を多数行っている。 2013年6月には第4代ギニア大統領アルファコンデがアフリカ開発会議のために初訪日。2017年6月には実品として再訪日し、当時の内閣総理大臣であった安倍晋三と首脳会談を実施した。そこでは北朝鮮核問題や捕鯨問題について一件が交わされたほか、ギニアは 大阪の2025年国際博覧会招地に支持を表明。またギニアはエボラ流行の経験国であることから、それを踏まえて医療機材の供与に係る交換文書に署名がなされ、経済や安全保障面でも協力を促す日、ギニア共同声明も発表された。2019年8月にもアルファコンでは3度訪日し、首脳会談を実施して、 協力関係を確認している。経済的にはギニアにとって日本はアメリカ合衆国やフランスなどに次ぐ主要な開発援助国である。2018年までの累計援助実績は850億円を超えており、支援内容は兼ねてから水産関係が多かった。漁港の整備や水産品を輸送するための幹線道路の整備などが主である。 しかしエボラ出血熱流行以降は、公衆衛生の面でも、日本の貢献度は高く、2020年には、日本の支援による、ギニア国立公衆衛生研究所の建設が、決定した。貿易に関しては、2019年の対日輸出は3750万円に、対し対日輸入額は11億5149万円に、上るなど、ギニア側の大幅赤字である。ただし、 ギニアは主源大国で金や銅を産出し、わずかながら日本にもそれらを供給している。日本の工業製品にこれら金属は欠かせず、重要な貿易相手である。また、アルミニウムの原料となる貿易サイトは、世界の埋蔵量の約半分を要し、ダイヤモンドや鉄鉱石も産出、さらには海洋、河川ともに漁業資源にもギニアは恵まれている。 そのことから開発可能性は高く、日、ギニアビジネスフォーラムでは、ギニア大統領自らが、日本企業に対し投資を呼びかけている。文化交流としては、ギニアにはチンパンジーをはじめとする霊長類が生息しており、日本の研究調査団が何度か現地に派遣され、生態調査を実施している。またスポーツ面では、柔道や空手が普及していることから、道具や機材の供与、 施設の整備なども何度か実施された。ありがとうございます。